Truckers X TV on air。We are now live in 3, 2, 1。おお、キリト、先発隊ご苦労さん。ベルクーリさんもこっちで合流できてよかった。ああ、俺たち戦国騎士も和平使節団としてオブシディア城を目指すことになった。まだまだ先は長いが、よろしく頼む。もちろん、戦国騎士たちのみんなが一緒ならとても心強いよ。ここまでの安全が確保できたのは収穫だ。だがこの交易街はまだほんの入り口に過ぎねえ。最終目的であるオブシディア城での和平交渉まで気を抜かずに行きたいもんだな。分かってる、気を抜いちゃいないさ。それとここまで道案内をしてくれたあのドロシーという娘のことなんだが。ドロシーがどうかしたのか。いや、あの娘は今回の件で最も重要になってくるだろう。キリト、すまんがドロシーのことを気遣ってやってくれ。分かった、任せてくれ。あら、坊や、ご苦労様ね。ファナティオ、こっちへ来てたのか。ベルクーリ閣下がこちらにいるのだから、副騎士長である私がここにいるのは当然でしょ。それもそうか、さっきそこでベルクーリさんに会ったよ。聖護騎士は全員ここに来ているのか。聖護騎士全員がここに来てるわけじゃないわ。この交易街まで来ている者もいれば人界に残った者もいる。ベルクーリ閣下の護衛も人界の守護も我々の仕事だもの。なるほど。それにしてもあの人は私にも相談なしで暗黒界と密かにやり取りして困った人だわ。ファナティオにも話さないほどだから、よほど慎重に話を進めたかったんじゃないのか。だといいのだけれど、いつもああやって一人で何でも背負い込もうとするから、心配する身にもなってほしいものよ。まったく、ファナティオすっげえ怒ってる。かといって俺もあまり人のことは言えないしな。坊やもあんな大人にはならないことね。ああ、気をつけるよ。こんにちは。キリトか、元気そうだな。デュソルバード、あんたもこっちへ来ていたんだな。聖護騎士全員がオブシディア城まで向かうわけではないがな、人界に残って守護することも、交易街に来ている補給部隊の守護も聖護騎士の大切な役目だ。それもそうか。最初はあのドロシーという小娘が和平の意思があると言った時には何かの罠だと思ったが、まあそう思うのが一般的だよな。闇雲に切り合うだけが戦とは限らぬ。今回の任務はきっとそのようなものなのだろう。我のような武骨者には少々理解しがたいがな。俺はうまくいくと思うぜ。不思議とお前が言うと無茶が真実となりそうだ。もっともこの和平使節団のことを全員が素直に受け止めているわけではない。まあエルドリエとかまだ疑ってそうだな。キリト、あまり奴をいじめてやらんでくれ。いじめているつもりはないけど。分かったよ。
リネルじゃないか。誰かと思えばキリトでしたか。君もここにいるってことはフィゼルも一緒か。ええ、もちろんです。二人とも聖護騎士たちと一緒に和平使節団に加わったんだな。ええ、まだ正式にはゼルも私も聖護騎士ではないですけど、もう扱いとしては聖護騎士と同等といったところですね。ええ、よかったじゃないか。認められてるってことだな。そうですね。ですから今回の遠征にも同行を認められたのだと思います。そっか、ここまでお疲れ様だな。これからも忙しくなると思うが、二人とも協力を頼むよ。いいですよ、聖護騎士として当然のことです。それに本で読んだ暗黒界に興味もありましたし、来られてよかったと思います。なるほどな。じゃあこれからもよろしく。フィゼルじゃないか。ああ、キリト、あんたも来てたんだ。さっきリネルとも会ったよ。そうなんだ。二人とも聖護騎士と一緒に和平使節団に加わったんだな。そうだよ、まだ正式にはネルも私も聖護騎士じゃないけど、扱いとしてはもう一人前の聖護騎士と一緒ってことだよね。今回の遠征も二人一緒に連れてきてもらっているし、もう聖護騎士同然じゃん。そうなのかもな。よかったじゃないか。遠征はこれから先も忙しいだろうし、二人の協力は必要だ。頼りにしているぜ。うん、任せて。いや、エルドリエ。なんだ、誰かと思えば貴様か。聖護騎士たち勢ぞろいって感じだな。聖護騎士全員がというわけではない。補給部隊もいれば人海を守護する騎士も必要だからな。そうか、てっきり全員いるのかと思ってたよ。何を言うか、聖護騎士全員がわざわざ敵の本拠地オブシディア城まで乗り込むわけがなかろう。長年敵対してきた者たちの巣窟だ。どんな罠が待ち受けているか分かったものではない。それにしても暗黒騎士待つオブシディア城へ少数精鋭で向かうとは、今から高ぶる。いやいや、今回はあくまで和平交渉なんだから、なるべく穏便に頼むぜ。分かっている。万が一の場合の話をしているのだ。当然理解している。今回は聖護騎士の中でも特に優れた者ばかりが選抜されたのだ。つまり私のような精鋭が。ああ、その精鋭を頼りにしているぜ。よろしくな、エルドリエ。な、あ、ああ、もちろんだとも。期待に応えてみせよう。よし、シェータ、遠征お疲れ。キリト、ええ、あなたは先発隊だった。ひょっとしなくても和平使節団に志願したのか。ええ、暗黒界に来ればすごく固いものに出会えるかもしれないと思ったから。それでか、少し期待しているような目をしてた理由が分かったぜ。そう、確かに期待しているかも。相変わらずブレないな。でもシェータの件には期待しているよ。そう、キリトはもう特別切りたいものではなくなった。あ、ああ、いやいや、それは何よりだけど。
もっと他に切りたいものがこの暗黒界で見つけられるといい。それは見つかるといいな。ええ、探してみる。やあキリト、先発隊のみんなは無事みたいだね。レンリーも来ていたのか。聖号騎士が一人でも多いと助かるよ。ああ、こんな僕でよければだけどね。そんなこと言うなよ、レンリーはもう立派な聖号騎士だぜ。ありがとうキリト。聖号騎士全員がオブシディア城まで向かうわけじゃないから、僕も和平使節団の一員としてなるべく協力するつもりだよ。あ、助かるよ。人海に残って守備任務についていてもよかったんだけど、みんなを守りたいと思ったらじっとしていられなかったんだ。それにしても和平使節団って最初は驚いたけど、戦争せずに和平を結ぶってとてもいい考えだよね。ああ、俺もそう思う。和平交渉がうまくいくといいんだが。きっとうまくいくよ。いや、イーディスもこっちへ来ていたのか。あら、キリト、あなたは先発隊だったわね。お役目ご苦労様。ああ、イーディスこそ。聖号騎士がこっちに来てくれているとはすごく心強いよ。そうね、聖号騎士全員がこっちに来てるわけじゃないし、人海に残って守る人もここにいる補給部隊を守る人もいるわ。聖号騎士の任務といってもいろいろよね。なるほどね。どうしてイーディスはこっちに来てくれたんだ。そうね、こっちの暗黒界に興味があったから。それと何よりも。何よりも。アリスが先発隊でこっちに来てるでしょ。やっぱりあの子の顔が見たかったから、ついつい。え冗談よ、世界を守るために決まってるじゃない。一緒に協力してくれるのなら助かるよ。ええ、任せて。